おもろゲームってなんだろう、おもろゲームってなーに。はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、面白いゲームってなんだろうなっていう、ことをね、最近こう考えてたんですよ。なんで、ちょっとね、それについて、語っていきたいなっていうふうに思うんですけど、いいですか？というわけなんで、おもろいゲームについて、みんなでちょっと考えていきましょう。まずね、こう、みんなにとって、こう、面白かったゲームって、どういうゲームだったかなっていうのをちょっとね振り返ってみてほしいわけですよ。まあ、やっぱりね、どんなゲームでもその個人差はあると思うんだよね。俺はこのゲーム好きだけど、なんかあの人は嫌いって言ってるみたいな。まあ、それで言うと、俺は結構いろんなゲームを厳しい目で見てしまうあの部分はまあ多々あると思うんだけど、まあ、その中でも俺がすごくゲームに対して大事にしている部分というか重要だなと思う部分が一つありまして、でも何かっていうと、そのゲームがなんか自分にとってすごく新しい体験をもたらしてくれるゲームかっていうところが割と重要なポイントなんですよ、俺的には。まあ、だからそれで言うと、なんかすごくそのゲームが自分にとって新しいものがすごくあって楽しめるなって思ったら、別になんかこうバグとかは割とどうでもいいかなって俺は思ってしまうタイプなんですよね。まあ、だからみんなのこう分かりやすいところで言うと、アンセムなんかが特にそうで、まあ結構ね、バグとか、まあ、UI がひどいだとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、あのゲーム根幹部分というか戦闘の部分とか、あとジャベリンを操作するあの感じとかは他のゲームにない唯一無二の長所というか、いいポイントだと思うんですよ。で、あの体験って、まあ、他のゲームではやっぱできないんだよね。やっぱ昨今のやっぱなんていうんですかね、ああいうリアル系のゲームとかではやっぱ体験できないし、戦闘してる時ってすげえアンセム楽しいんだよね。やっぱどんだけやってても戦ってる時は楽しいんだよ。まあもちろんね、バグとかいろいろあって落ちてしまったりだとか、まあ、エラーで落ちてしまったりだとかいろいろあるんだけど、まあそれでも普通に戦ってる時とかは全然面白い。うん、だそういうなんか一つでも光るものがあるゲームっていうのはすごくやる価値があると思っていて、面白いなって俺は思うんだよね。まああと今年出たゲームでもう一個例を挙げるとすると、ワールドウォーデッドとか、今までね、ゾンビあそこまでわらわら、もう大量のゾンビを出してきたゲームってなくて、で、それはやっぱり、面白かったしね、見てても面白い。視覚的に見てて面白いし、ゲームの、別に特に、システムの部分というか、コーププレイで銃でて、ゾンビを倒すっていう、そこの部分に対しては別にね、ありきたりなものなんだけど、やっぱり何か一つ、ワールドウォーゼットで言うと、まあ、本当に大量のゾンビみたいな、ああいうなんか、他のゲームにはない要素があると、あ、面白いなとか、買ってよかったなとかね、思うわけですよ。なので、俺の評価の基準っていうのがそこにあって、まあ、逆にでも他の人たちみんな、まあ、この動画を見てる人たちはどういうところに軸を置いてゲームを評価してるのかなっていうのが俺はすごく気になるんですよね。まあ、なのでぜひ皆さんのそのなんかどこの部分、ゲームに対してどこを軸に評価してるかっていうのを結構教えてほしいなっていうふうに思う。なんかコメントとかに残してくれると嬉しいです。そんな感じなんで、逆を返すと俺は、やっぱ面白くないゲームの、面白くないなって思うのは、ありきたりな、すごくありきたりなゲーム。別に完成度は、低いわけではないんだけど、すごくありきたりで、あまりチャレンジ精神が見られないような、ゲームが、やっぱ評価的には好き、なんかよろしくない感じになってしまうことが多い。まあ、だから極論 FPS とか TPS ってやっぱりやってること自体はまあその銃で敵にカーソルを合わせて撃つみたいなねところだからやっぱ変わらないんだけど、そっからいかにそのゲーム独自の味を持たせるかっていうところがまあすごく大事になってくると思うし、まあやっぱ結構もうネタ切れ感みたいなところは感じていて、まあ、なので時代が進むにつれてどんどんやっぱネタは食われていくので、まあどう趣向を凝らしてくるのかっていうのはやっぱ今後のねゲーム業界の見どころかなっていうふうには思うんだ。まああと俺が結構もう一個軸に置いてる部分があって、レベルとかじゃなくて自分のプレイヤースキルによってやっぱりその難易度が変わってくるというか、自分が上手くなればどんどん攻略も楽になってくるよねみたいなゲームは割と好きで、
まあ、そこはそういうゲームは結構いい評価をしがちかな俺は。まあ、それも何か今年のゲームであげろって言われると、セキロとかがそうなるのかな。まあ、あのゲーム本当です。なんだろうな、一周目をクリアした時はめちゃくちゃ大変だったボス戦も、二周目クリアした時は本当にあっさり倒せたりだとか、まあ、自分のプレイヤースキルが上がったことによって攻略の難易度が下がったみたいな、まあ、難易度が下がったって言い方もなんかちょっと変だけど、まあ、クリアできるようになったみたいな、そういう体験は個人的にはすげえ好きで、だからそういう点で、セキロに関しては他のソウルシリーズとかよりもその自分の技術介入度がすごく高かったからめちゃくちゃ評価した感じかな。まあね、テンプレみたいなゲームよくあると思うんだけど、その、まあ、打ち合って敵を倒してアイテム拾って強くしていくっていうだけのゲームって結構あると思うんだけど、そのなんだろうな、それがまあ一番要はフラットな状態というかテンプレみたいな状態だと思うんだけど、そこからいかになんか味を出してくるのかっていうところが、まあ最近結構難しくなってきたところなんじゃないかなっていうふうに思ってて、ゴーストリコンとかね、割と俺はそういう印象を受けたわけですよ。なんだろう、すごくフラットな状態で出てきたなみたいな、なんかあんまりこうゴーストリコンでしかできない体験はなくて、まあ技術介入っていうところに関してもあまりなくて、やっぱなんだろうな、他のゲームでもこれできるよねみたいな要素ばかりだったからあまりいい評価をしなかった。本当なんだろうな、すげえいいんだけどね、完成度自体はすごくまあまとまっているとは思うし、探索するのもまあまあ楽しいんだけど、でもそれゴーストリコンじゃなくていいよねって思っちゃうんだよね。まあ俺はそういう感じの視点で結構ゲームを見てますと。まあなので、まあ、今後もね、たくさんレビュー動画とか出していく予定なんだけど、俺はそういう軸で、まあ一応ゲーム見てますっていうところを、すごく、言いたい。なんだろうな、見る点は多分みんなおのおの違うと思うんだけど、俺はそういう視点で見て、そういう評価をしているっていうところを、なんだろう、心の片隅に置きながらレビュー動画を見てもらえると、すごく、なんか、ありがたいかなっていうふうに思うし、まあ、逆に俺と同じ視点を持ってゲームをプレイしてる人は多分割と意見は合うんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、もしねこの動画見て、あーこいつ俺と同じ視点でゲーム見てんなっていうふうに思った方がねいらっしゃいましたらね、ほんと今後もこんな感じでねレビュー動画とかいろいろ出していくんで、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますという宣伝で終わりたいと思います。まあね、本当今年ももう終わっちゃうんですよね。で、俺が YouTube やり始めたのが1月の年始、本当に年始始まったぐらいからやり始めて、で、今10ヶ月ぐらい経ってチャンネル登録者6000人ということでありがとうございますっていう話をしたいんですけど、まあそんな感じでね、もう残り今年日数少ないですけど、まだまだね、面白いゲーム出ると思うんですよ。とりあえず俺が、買おうかなと思ってるゲームが何かっていうと、今月10月に出る、CODモーダンウォーフェアの、新作と、あと、11月の頭に出るポケモンと、あと同じねポケモンの発売日にぶつけてきたスターウォーズのジェダイのゲーム、あれもすごい面白そうなんだよね。なんだろうな、ソウルライクな、ソウルライクかどうかちょっと俺わかんないんだけど、戦闘に関してはすごくなんだろう、赤狼みたいな感じの戦闘になってて、あ面白そうだなと思ってあれは買おうと思うんですね。で、あとシェンブー3もまあちょっと買ってみようかなと思っていたりもしていて、で、あと最後デスストランディングか、あれも行こうかなっていう風に思ってます。まあね、余裕があればペルソナ5ロイヤルもねちょっとやりたいなって思ったんだけど、まあ、あのゲームねほんと一周クリアするのにマジ80時間ぐらいかかるから、普通の無印で80時間かかってたから多分ね本当にロイヤルは100時間ぐらいかかるんですよ。はい、なんでまあちょっと手出すの怖えなと思ってるんだけど、まあそんな感じのまあ今年の予定です。なんでまあみんな買おうかなって思ってる人、まあレビュー動画出すんで気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあまあそんな感じで今回は終わろうと思います。こんな感じでまあ適当にゲームのことについて喋っていく動画もちまちま上げていこうかと思うんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。
ね。